Thank you.
맞다!
Thank you.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 
こうして漱石さんの2つ目の事件は闇に葬られた。今ならわかる気がする。なぜあの時ホームズさんが事件の発表を禁じたのか。全てが一つにつながるにはもう少し時間が必要だった。物語が再び動き出したのは佐都さんの手紙が届いて2ヶ月後。その事件はかのロンドン万博の最中に起こったのだった。